ポポ君の浅草散歩、ハライツを。昭和58年、国際劇場が取り壊され、ちょうど同じ頃、お隣のカラオケのお店、星空さんも亡くなりました。これは、それから、大体1年経った頃より始まる物語です。浅草の生き証人、原悦雄、原薬局店主が書いた、ブラタモリも、びっくりの浅草の歴史を記録した貴重な書籍です。浅草のバイブルとも言える名著、ポポ君の浅草散歩は、概要欄の URL をクリックするとご覧いただけます。浅草が好きな人、浅草に興味がある人には見逃せない、価値のある書籍ですので、ぜひご覧ください。